皆さんどうもこんにちは、忍者ララララダイダラです。皆様今日も忍者ラやりたいと思いますが、さあ先日で、ね、出した動画、私おもろにやりましたので ね、害悪戦法、そうモロハ総裁、これですね。モロハ総裁、これめっちゃおもろかったんすよ、個人的に絶対総裁を打ちつけるっていう戦法、あまりにも個人的に面白すぎたんで、今回もう一回やりたいと思います。はい、ということでね、前回でチームバトルで使ったんですけど、今回バトルロアで使ってみて、どんなもんかっていうのを試してみたいなと思います。ひたすら相手を戦う、相手と戦い続けて総裁取り続けるって戦いですね。ちょっとやってみましょうか。いやこれおもろかったな、ほんま。いやこのカードおもろいぞ。よし、さてバトルロア遊びたいと思います。行きましょう。大丈夫かな。よし今回バサーカーだからマジで俺突っ込むしかしやらねえぞ。マジで突っ込むからな。全員シクヨロー突っ込んでいくぜ、突っ込んでいくぜ。ほらほら、総裁じゃんけんポン、負けました。俺の敗北者ですさ、ダメだった、総裁じゃんけんポン負けちゃったけど、おい許せねえ、俺は総裁じゃんけんポン勝ちてえぞ。いくぜ、よし。さあ誰かいねえか、誰かいねえか、あと探しまくって早30年ねえ、ドローン壊すか。よし、うい、イエーイ、ブンブン、おい、あ、やってもった。ちょっと操作したい、俺も操作したい、俺も操作したい。ちょ、なんで俺巻き込まれてんだよこれ、おかしい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 。よいしょ、おいしょ、ダブルで、ダブルで1本取れてた、1人だけだった、1本取れたの。今ダブルいけたかな思ったんだけどな。まあ、一人やっつけたから SNG 中だ。俺は、まだ行くぜ。これ結構苦しいな、これ。そういうわけではないわけですね。ドーン。総裁行きましょう、じゃんけん。ポン、あ、勝った。いやー、来た来た来た。今のがあれですね。噂の炎で焼くやつ。よし。炎で焼くやつ。行きましょう。これドーン。行きましょう、じゃんけん、ポン。じゃんけん、ポン。あのまま炎で俺が勝ったんか、待て待て。待て、意味がわからん、意味がわからん、わけがわからんわけがわからんわけがわからん、もう意味がわからん。セトーンが現れた。いやだけど関係ねえ、俺には、俺ができるのはそう戦うことだけ。総裁じゃんけん、じゃんけん、え、総裁じゃんけんポン、あ、負けた、勝たんか、え、総裁じゃんけんポンじゃない、いない敵がねえ、おーっと、わけがわからん、総裁じゃんけんポンできん。トロ取れてる。ねえ、だいぶ消したいよ、100秒。ねえ、これどうしよう。よいしょ。あー、今のラッキー、なんか当たったわ、知らんけど。オッケー。あ、とりあえず、だいぶ消、オッケー。いや、誰か入らんか、誰も入らん、誰も入らん、これは。悲しい。総裁じゃんけんポン。俺の勝ちー。よしよし、総裁じゃんけんで俺はてっぺんを取るぞ、総裁王に俺はなる。誰かおらんか、総裁王に俺はなる、総裁じゃんけん負けた、何くっそ総裁じゃんけんで勝てるか俺は、まずいぞ。今炎から入るべきだな、総裁じゃんけんは。どう考えてもじゃんけん俺も負けろ、なんかダブル KO だこれ、違うよ、俺がやりたいことじゃない、ファイヤー。で誰か総裁しよう、総裁しようぜ、ね、よし、ファイヤー、総裁じゃんけん、ファイヤーでやっつけれんか、いや、やっつけれない今の、まずいジージー、総裁じゃんけんポン敗北、総裁負けまくったで今回ね、俺びっくりするぐらい総裁負けた。みんな、総裁じゃんけんで運ゲー挑むのはじゃんけんで勝てる自信ある人だけにしましょうマジでマジでこの戦法意味わからんな。さて、ちょっとバトルアでやったらおもろかったんですけど、ちょっとチームでもやって、もう一回やってみようと思います。よろしくお願いします。頑張りますか。
さてバイク久々に昔俺結構使ってたんだよね、シーズン8ぐらいの頃だっけ。なんでやっぱだからその分やっぱ体に馴染むというか結構いい感じですね。よし、さあとりあえずドローン取りますか。最初はいやでも仲間との戦いなんでね、しゃあないんすよこれは。おいおいけい、やっつけます、任しとけって一本取るのはよ俺に。よし、もう戦いに行くよみんなで。いいよみんなで行っちゃおうかこれね。おい、うーっす、おいよ、痛い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 、なんかすごいことになってる、なんかすごい、助けて、誰か助けてください、すみませんでした。もう一人はやっつけれるか思ったんだけどな。ちょっとカバー来ましたね、ちゃんとチームワードならではともやはりカバー、それがあるのがおもろいよねってやつ。おーい、よし、やべ、ちょっと待って、これは踊るか、俺も一旦踊っとくか。はい、もう死ぬかこれ。いやちょっとなんかバイトしたんだけど、なんで今のなんでバイトしたの俺。わかんねえ。うわ、え、向こう踊ってたよな今。もう毒の中で死ぬもね、車内でも絶対一人やっつけてやられようと思ったからさ、いいんだけどさ、不可解な動きが多いぞ今日の、今日じゃら。うい、こうですね、よいしょ、まあいいや、やっつけちゃいましょう。 KO、 OK でーす。一緒に壊すこれみんなでね。よし、もう壊しててもろて、よいしょ、ナイス。さ、やっとダイブキークラフト。上に誰かいますか。いるな、そこ。よいしょ、え、いなくなっちゃった。ちょっとここにおりますね。おい、さあ、ちょっと待てよ、この子だけでもやっつけていきたい。よし、あぶね、うい、よし、さあ2人目やっていく。もう一人言ったよな今ね。え、あ、俺バイトしちゃった。やつよろしく。ナイス、みんなで。みんなでやって、あ、もうでもこれ人数かけすぎ、歌い問題来てる。バーファイヤーからの、バインド地獄。よし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 。なんとか一本取りまくってけ。よいしょ。いいね。よし、さあ一本取って。よし、ここは俺が制圧する。もう完全制圧しろ、俺が。そこに誰かいる？誰もいない。取れってとこねえ。よし、なんとか逆転した。やばいっす、まずい、踊るとりあえず。よいしょ、死んでもた。今のダサすぎる。俺5本、相手6本。やばい、今のあと1本取られたら負けちゃうなこれ。残り時間であと1人。おい、なんでだよー、待ち構えられてた今の。よし、うわーっと負けたなこれ。いや結構おもろかったな、でもやっぱ総裁合戦ってほどじゃなかった。総裁してないもんな、ほぼ今回戦い方良くなかったな今回は。ねえ、さあ一本パスは取られてしまう。なんかよくわからなかったな今回の試合。はい、というわけでギリ負けでした。惜しかったね本当。まあバイクっていうより勝ち込みファイヤーがやっぱ思ったよりおもろかったなっていう感じでしたね今の試合は。うん、はい、というわけで今回ここまでにしましょうか。いかがでしたか。まあとりあえずね、やっぱモロハ総裁はおもろいってことと、勝ち込みファイヤーを使った戦い方意外とおもろいってことだが、ちょっと伝わったらいいなと思います。なかなかに、ファイヤーしてとりあえずバイド取ったり、バーサーカー。なかなかいいですね。モロハ総裁は、使えたら使うわみたいな感じで戦い方できたら結構強いと思うので、まあ、僕、じゃんけん弱かったんで、まあ、飛ぶもちょっといいかなと。飛ぶいいかなと、やっぱ思いましたね。はい、使うなら、ここの部分を、これかな、逆境ガードにしておかないと、多分なんかな、謎のバインドが今回めっちゃ多かったんだよね。あれ、うつせみなのかわからないけど、ねえ、ちょっとそこら辺でなんかよくわかんないけどバインドしたっていうのが多かったんで、ちょっと今後これ変えて使ってみようかなと思います。はい、まあ、皆さんもね、ぜひとも久々にバイク使ってみたりとか使ってみてください。なかなかおもろかったです。はい、では今回ここまでにしましょうか。皆様チャンネル登録してあげなかったらチャンネル登録、そして高評価よろしく。また次の動画でお会いしましょう。おつぱよ。